日の岬パークより三尾浦と三浜町三尾を望む日の三パークのカナダ記念館アメリカ村は和歌山県日高郡三浜町三尾の通称アメリカ大陸への移民を多く送り出した村として知られている日のお先の登録にある漁村三尾浦は山が迫り高地の乏しい地形にある江戸時代には漁業で栄えたが耕作する土地もなく江戸末期から 明治初期にかけて巨馬争いに敗れるなどした結果、生活は困窮を余儀なくされていた。1888年、三尾出身の久の義兵を筆頭とする数名の若者はカナダに渡航、バンクーバー郊外の漁村スティーブストン付近のフレーザー川で酒が湧くように見えるほどであるのに、酒量が全く盛んでない状況を距離に伝え、移住を進めたことから、 1889年より三尾からカナダスティーブストンへの集団的な移民が始まった。三尾村は1894年4月19日に日の三崎沖合で起こった和州キシュアダ漁民との漁場争いに敗れ、漁業に大打撃を受けたことも移民を増やすことに拍車をかけた。三尾出身のカナダ移民の数は1940年頃には2004人に達し、 カナダの日系移民社会の一大勢力となった。漁業、林業などに従事した移民たちは競里への送金を行い、賛美は富裕な村となった。また、出稼ぎや長期生活を終えて帰国した人々は、カナダの生活様式を持ち帰り、ロッチ風の民家を建てる人々もいた。これらのことから賛美村はアメリカ村として知られるようになった。 しかし、第二次世界大戦の勃発により、適正外国人となった日系人は財産を没収された上で、日本への帰国かカナダ残留かを迫られ、残留を選択した者も強制収容所に収容されたまで続いた。三尾村には400人以上がカナダから引き上げてきた。三尾村はアメリカ村なるがゆえに、警察の監視を受けるなどの困難を強いられた。 また近日の岬崎灯台が空襲の被害を受けている。戦後も、カナダとの往来は許可されず、送金も途絶えたままの状態であり、また戦地からの福音などで人口が増加し、食料難などの困難な状況が続いた。1 9五十年に三尾カナダ連絡会が結成され、それらの団体の尽力もあり、カナダへの再渡航が始まった。そして、1 9六十年頃にはほぼすべての、 引き上げ者がカナダへ帰国した。サンビはカナダで働き終えた移民たちの隠居村としての性格を持っていた。しかし、移民たちが世代を重ね、日系カナダ人として現地に定着するようになると、ルーツの地としての位置づきに変わった。サンビにゆかりのある日系カナダ人は約5000人いるといい、現在も交流が行われている。近年は高齢化により、放置された空き家も目立つものの、 本川原の家々の景観は観光資源となっている。三尾の集落内には現在もアメリカ村という名のバス停がある。日のお先にはカナダ資料館が建てられており、王子のカナダ移民の暮らしを知る資料が展示されていたが、2015年2月に管理をしていた日の岬国民宿舎の閉鎖とともに休館した。2018年7月に三尾地区の古民家を活用した。 カナダミュージアムが新たにオープンした。ありがとうございます。